何を突っ立ってぼーっとしているのかしら。あなたはひ弱なのですから、もっと自分自身を磨くことに貴重な時間を使うべきですわね。私は偉大で、あなたは脆弱。私に仕えられることをもっと光栄に思うべきですわ。怠けることなく日々精進なさい。無知、低俗、私に仕えるものとしてまだまだ何もかもが足りてませんわね。もっと自分を磨きなさい。恥ずかしいわね。あなたがあまりにも遅いから私がわざわざこうして出向かなければならなく。どうしてクローゼットの後ろに隠れているのかしら。弱くて無能で愚かなペットのために
私がわざわざあなたのレベルに合わせた怪獣を作ってあげましたのよ。ヒントはなしと言ったでしょう。自力で探しなさい。